神に会いたいならチャンスは1年に1度きりだぞ。銀融野郎が教えてくれなかったら今年の七星厳選儀式は見逃すところだったな。今日かもしれないし明日かもしれない。せっかくリーユエに来たんだからここの人たちに聞いてみよう。あ、そうだ、眼神モラクスだけど知ってるか？オイラたちが使ってるモラはその神の名前が由来なんだ。オイラたちみたいなよそ者がリーユエで眼神の名をそのまま呼んだらすぐに無礼なよそ者扱いされるから気をつけろよ。だからここはリーユエの人たちと同じように眼王帝君って呼ぶようにしとけ。ゲーセン儀式ね。眼王帝君が毎年新宅を去年新宅を迎えたのは確かリーユエ七世の幽変。ああ、それならオイラも知ってるぞ。モンドが自由の都であるようにリーユエは契約の国で商業と貿易を大切にしてるんだ。七つの勢力を代表する七人の商人、リーユエ七世がこの国の実質的な管理者だぞ。あら、他国の人はいつもそう言うのよね。私たちにとってリーユエの真の管理者はずっと眼王帝君よ。七星は人間、帝君は神様。モンドには自由の神様がいないけど私たちのところは違う。口で説明するのも難しいわね。あな、神のいない城を離れた次は私たちの国、神と共にある歴史を体験。ちゃ、やあ君たち、七星厳選儀式を見るために他国から来たのかな。熱心だね。そういえばこのリーユエに数十年も暮らしてるのに私は一度も見に行ったことないよ。これが地元だからこそ行かない名所というやつか。あ、それはさておき、君たちの旅路に幸があらんことを祈ってるよ、リーウェ。君たちも七星厳選儀式を見たいのかい？私もさ、商人としてリーウェの最も重要な祭事に関心を持たないわけにはいかない。昨年の新宅にあった17のお言葉は市場に大きな影響を与えたんだよ。それに今年に入ってからずっと天守園の行幸様が動くという噂も耳にするしね。神の目の持ち主が元素の力で作った岩石を彼女は税務上の鉱石の範囲から除外したいらしい。かなり専門的な話だな。新宅と市場に関心を持つ人々が多いのもこの貿易港の魅力の一つだ。眼王帝君はね、七神の中で最も古い人柱なんだ。その先を見据える目を我々はいつだって頼ってきた。それに今年の新宅を1秒でも早く知れれば他の人よりも早く儲けることができるかもしれないからね。も、儲ける？どこに行けば厳選儀式が見れるんだ？そうだな、ここからだと距離があるし細かな道の名前を言ってもきっと覚えられないと思う。とりあえず玉境内へ行きな。高いところを目指すといい。そこはこの港で最も高い場所にある。ほら、高いってだけで神と対話するにはうってつけの場所な気がするだろ。Thank you.
ゲーセン儀式の日に願い事をすると叶うって聞いたぞ。試してみたらどうだ？やあ、君も戦機に触れに来たのかい？あっは、お嬢さん分かっとるね。この日に願い事をすると帝君と仙人たちの加護を得られるんだ。こっちはもうお願いが済んだから、ここは君に譲ろう。ありがとう。初めてかい？実は私も初めて七星ゲーセン儀式を見に来たんだ。ほら、あれがリーユエ、七星の天主エ、行幸様だよ。リーユエを管理する者にゲーセン儀式を仕切る資格が与えられるんだ。そうだ、知ってるかい？リーユエの仙人たちの多くは獣の形をしていてね。元王帝君自身もこのような公式の場では半分麒麟、半分竜の姿を見せるらしい。ああ、願い事の邪魔をしたら悪いね。さあ、この場所は君に譲るよ。願い事もしたし、あとはここで儀式が始まるのを待つか。行幸様の準備はあとどれくらい必要なんだろうな。後ろにいたら何も見えないぞ。時は満ちた。君が殺害された。この場を封鎖しろ。一体何があったんだ。今
近くにいた怪しいやつを取り調べしてるみたいだ。怖いな。犯人がこの近くにいるなんて。あれ、オイラたちもその現場近くにいた怪しいものってことにならないか。あ、どこ行くんだ。外にも兵士がたくさんいるぞ。お前の言う通りだ。お前の身分は変わってるから犯人じゃないけど捕まると危ない。けど本当にここから出られるのか。奴らはあそこだ。捕まえろ。逃がすか。お嬢ちゃん、動かないで。こっちだ、急げ。ついてきて。幻想の翼はめちゃくちゃ疲れて。あ、そうだ、お前何者だ。タルタリアだ。講師と呼んでくれていいよ。うわ、オイラたちを助けたからって見下してないか。そんなつもりはないさ。名前というものはただの記号だからね。君たちはモンドで淑女に会ったね。宿女、
講師。お前ファデュイの執行官か。ああ、そう怖い顔しないで。別に喧嘩を売りに来たわけじゃないから。どうやら淑女は君たちに悪い印象を与えたようだね。ふん、あの女のことは俺も好きじゃないんだよ。ひとまずあの女がしたことは一旦忘れてくれ。俺は君たちを助けに来たんだよ。そうだよ、助けに。俺は悪いやつじゃな、いや、まあ悪いやつか。とにかく君たちと喧嘩したいわけじゃない。とりあえずこいつを倒すなんて考えは一旦置いておいてくれない？サンキューな、騎士さん。君のモンドでの活躍は聞いたよ。だからさっきの儀式中、君のことを少し観察させてもらった。だからこそ君に怪しい動きはなかったと知っている。神を殺した犯人は別にいるだろう。けど嘆かわしいかな、ファデュイはスネージナヤの使者だ。こんな大きな事件に対して俺の証言は信じてもらえないだろうね。リーウェを統治する七星はいつだって俺たちを疑惑の眼差しで見てくる。それはファデュイのせいだと思うけど。それは否定した方がいいのかな。まあいいさ、知らない人と距離を置くのは賢明な判断だ。俺も警戒されるのには慣れている。しかしこの状況下で犯人の疑いを晴らしたいのなら、君には北国銀行まで来てもらう必要がある。それにここに留まり続けるのも良くない。リーウェには壁に耳ありということわざがあるからね。そう、ここはスネージナヤがリーウェに開設した銀行だ。リーウェはテイワットで最も盛んな商業の中心地だけど、うちの国にもお金はたんまりとあるからね。まあ貧乏な国だったら上から目線の偉そうな外交官をセピロス騎士団に派遣する余裕なんてないだろうしな。はい、これを君に。これは？さてね、時としてお金で物は買えても名前は買えない。簡単に言うとこれは目印となるものだよ。三眼五剣仙人が君に危害を加えないためのものさ。仙人だって？城を出て北に向かうと桐原の西に石林がある。絶雲の間という場所だ。リーウェの人々はその地に仙人たちが暮らしていると信じている。ああ、彼らはその伝説を信じてる。だから人々は絶雲の間の近くまで足を運んで仙人にお参りしても中に入ろうとは一切しない。でも俺は信じる必要なんてないんだ。なぜなら絶雲の間に仙人が確実に存在していることを俺は知ってるからね。ファデュイの情報網ってすごそうだな。でも仙人に会ってどうするんだ？ねえおちびちゃん、人々が仙人にお願いするときってどんなときだと思う？その多くが金のためであり、病を治すためであり、良縁を結ぶためだ。真相？七星が仙岩軍を派遣したのは儀式を見た者の中から犯人を探そうとしたからだ。しかしただの凡人があの仙軍を一掃したという武神を簡単に殺せると思うかい？眼神は別に神の力を捨てたわけじゃないんだよ。こんな雑な対応七星らしくない。おそらくもしくは別の何かを隠すためかもしれない。
今北国銀行が千貫軍の捜査を遅らせてはいるが、それもずっとは続かない。それに千人には関係がないからね。リーウェイは元神と千人たちが共に作った地だ。もちろん武力で。千人の元へ行くといい。七星の使者より早くねじ曲げられていない真実を彼らに伝えるんだ。今このリーウェイで君を助けてくれる人物は他ならぬ絶雲の間の三眼五剣仙人たちだけだよ。何者だ？なぜ勝手に絶雲の間に入った？禁忌滅却の札。これは久しぶりに見たな。我は三眼五剣仙人、昨月蓄養神君だ。旅人よ、なぜこの地を訪れた？実は犯人がいたぞ。こんなところまで逃げていたとは。隊長、これ以上絶雲の間には入れませんよ。仕方ないだろ。犯人を捕らえるのが最優先だ。想像し、彼らを送り返せ。だが殺生をしてはならぬ。ちょせせよせ消えるんだ。風と共に去れ。
本題に戻ろう。実は言語道断、実に嘆かわしい。リーユエ七世、失望したぞ。ゲイセン儀式の途中でテイ君が暗殺された上に、テイ君が暗殺された後、儀式を見に来ていた一般人に容疑をかぶせたと。旅人よ、汝が濡れ衣を着せられていることは理解した。我に一つ案がある。しかし我の独断では危うい。仙人たちに知らせる必要があるだろう。その禁忌滅却の札を持って我の言葉を伝えに行くとよい。李水定山神君、龍雲釈風神君、この二人はここにおるが、会えるかどうかは絵にし次第だ。それともう一人、高魔大勢の御法夜叉がおる。かの者には防除旅館に行けば会えるだろう。あ、ここが防除旅館だな。絶雲の間に比べて仙人の気配が感じられないけど、本当にいるのか。探してみようぜ。テラスにいる可能性が高いと思うぞ。だって台所にいるとは思えないからな。目に見えるものが必ず真実とは限らないぞ。禁忌滅却の札？そうか、準備を整えては来たんだな。だがそれは我がお前たちを傷つけないためのものであって、お前たちが傷つかないという意味ではない。よくわかんないんだけど。千と万の世界に近づきすぎれば世の断りを踏み外すことになる。人のこの魂は千人ほど強くはない。血も千人の気運に耐えられないだろう。ここを去れ。お前たちのために言っているんだ。待ってくれ、ここに来たのは。ああもう、なんだあいつ、全然話を聞いてくれないじゃないか。恥ずかしいあだ名をつけてやりたいけど、仙人の恨みを買ったら次から宝箱を開けるときにキャベツしか出なくなりそうで怖いからやめとこう。どうすれば仙人と話ができるか、旅館の女将に聞いてみるか。
あら、もう潮様に会ったの？珍しいね。彼が自ら誰かと会うなんてめったにないから。あの態度で機嫌がいいのか？そうよ、仙人との縁はかなり貴重だもの。一生会えない人だってたくさんいるんだから。言い伝えによると、元神がリーウェイを作った時、仙人の力を借りたそうよ。でも仙人の多くは戦いによってリーウェイを守ることしか知らなかった。だから数千年もの間、貿易の都として人間がその運営の手綱を握り、仙人は隠居の身となったの。お上は物知りだな。お上じゃなくてオーナーよ。とにかくあなたたちは仙人との縁を得た。あとは簡単よ。私のアドバイスに従って将様のご機嫌を取ればいいわ。機嫌を？あのご褒美者が喜ぶ姿なんて想像できないな。楽しみでしょ。私も彼の笑った顔なんて見たことないけど。まずシェフに杏仁豆腐を作ってもらいなさい。それとあなたの得意料理を用意して。杏仁豆腐は将様の数少ない好物よ。得意料理に関してはあなたに任せる。お前どんな料理が得意だ？わお、新しい料理だな。食べてみたい。でも仙人への贈り物で攻めすぎるのもどうかと思うぞ。休憩中だ。邪魔しないでくれ。邪魔しないでくれ。おいおい、ここのシェフはモンドの鍛冶師のワーグナーと同じくらいサービス精神がないな。なるほど、オーナーの命令なら仕方がない。だが残念だ、今は杏仁豆腐のような細かなデザートを作る余裕がないんだよ。どうしてだ？剣士の手が剣の調子を決めるのと同じように、料理人の手は料理のクオリティを大きく左右する。だが今の俺の手は、すまないがちょっと思い通りに動かなくてな。原因か。いや実はお化けが出たってお客さんが言ってて、なそれにな、ついさっきキッチンで怪しい影を見たんだよ。このシェフ、見た目は怖いのにお化けの話になったら急に口調が弱々しくなったな。とにかくこの防除旅館が安全じゃないかと思うと、落ち着いて杏仁豆腐も作れない。仕方ない、最高の杏仁豆腐のためにキッチンに行ってみるか。特に何も。
元は大熱人のくせにそんなことでビビるなんて。ゴレットはお化けが怖くないのか？そんな類のものなんて今までもたくさん見てきたよ。あ、そういえば仙人が旅館にいるなんて誰も知らなかったのに。その続きは私の秘密だからね。ねえあなたたち、あの子にもう人を驚かすのはやめなさいって言ってきてくれないかしら。あなたたちをいいように使ってるわけじゃないわよ。あの仙人の言う通り、人の魂は仙人と関わることで傷ついてしまわないよう、まずはお化けからなれるといいわ。でもどうやってお化けを説得するんだ？旅館に掛け軸があるんだけど、そこにリーウェで千年もの間伝わっている。そしてよ。
ついてこれるかな？さっき聞いたこと本当なの？なんだ？もうたたったりしないと。この現象、少し時間をくれ。最高の杏仁豆腐。手の調子が戻ってきたぞ。またお前たちか。待て、まだ消えないでくれ。これは？お前の大好物の杏仁豆腐に、異国から来た旅人の得意料理。ほら早く、こいつが食べるのに夢中になってるうちに。元王帝君にそんなことがあったとは、我には想像もつかない。
どれだけ時代が移り変わろうとも、帝君がいないリーウェイなど想像したこともないからな。人間界を管理する姿勢はこの事件の裏でどんな暗躍をしたのか。昨月、李水、リュウンの3人に会ってくれ。彼らもそろそろ決断した頃だろう。仙人は己に課された責任から逃れはしない。我には俗世に染まりたくない理由があるが、責任は責任だ。我らの神は契約の神だからな。待ってくれ、最後にもう一つだけ聞きたいんだけど。なんだ。なあ、姉ちゃんって一体何者なんだ。妖魔退治をするとき、まれに人に悪意を持たないが成仏できない霊に遭遇することがある。だからオーナーと支配人にしばらく世話するよう頼んでいたんだ。防除旅館が面倒を見てるのか。この旅館のサービス範囲